だからタクマが2人いるのはほんまにややこしいと思って、最強のタクマを決めるみたいな誰がタクマなんだと、本物のえキャスト対決するとかさっきよかったあ、もうあその辺は全然いいですよ。僕言っときますけど、うん、キャストはめちゃうまいっすよ。言ったで、言ったで、やるってことやで、やるってことやで、やっということで、はい、来ました池に、はい、僕がちょっとね最近来てて、うん、暑いなと思ってた池に、うん、来たんですが、ですがどうした、めちゃめちゃ増えてる、どげんすいしてたんですよ、うん、それがもう、うん、ほぼ戻ってる。もう歩けないですよね今日は、ね、うん、音聞こえますね、なんか耳を澄ますとなんかチャラチャラって流れてる、うん、多分、うん、こんだけ一気に増水したってことは相当流れてるんですよ。なんか水がどっかから来てるってことよね。まあ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 、でも楽しみ楽しみ楽しみ、行きましょう、うん、じゃあちょっとないですけど、これ一応僕作ってるらあーこれ、いやこれ投げたかった。本当ですか。うん、とタエニアね。そうです、そうですね、超デッドスロー用の羽物系ルアーということで、タエニアで釣りたいね。タエニアで、うわうわうわ、すごっ、ちょっと落とし穴掘ってあって落ちるみたいなないないです、ないです。 YouTuber っぽいやつない、ないです。大丈夫、まもなく外に出ます。いた、こんな感じ。いいいいえ、いいの、いいいいの、いい感じ、いいです、いいです、いいです。タエニア行ってみんで、さあ行きましょうか。お、こんな感じなんや。おお、かわいいね。これが最高スピードぐらいです。あ、これが最高スピードぐらい。ほんまにゆっくり引けるね。うわ、出た。飛んだで、タイニア飛んだで、タイニア飛んだで、タイニア飛んだで、でかかったね、ガボー言うたね、でかかった、魚入り直すと思うんだよな、うん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 、だからちょっと時間置いて、10分15分置いて入ってもまた多分できたら、いやほんまそういう場所やね、そういう場所ですよね、うん、食ったね、食った、ただめちゃショートバイトやった。あーこれ本当もう一人しか立てないつけてる。何が沈んでるんやろね。あ、ここもめっちゃ浅いわ。とりあえず全部のルアーを回しとく、ローテーションしとく。ルアーが変わったら釣れるってことあるからね。移動やね。じゃあそこそこプレッシャーも高くて、ドスレですね。ドスレ、ドスレいいね。でも普段釣れないんで、僕雨の日しか来ないです。あ、雨限定。やっぱあのタクマって名前のやつは雨好きやからね。本当、雨大好き。雨好き、めっちゃ好き。気持ちいい？気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちよくないですか？最高です。羽もんってこの辺でも出るよね。この何もない。どこでも出せる。うん、どこでも出るよね。ピヤーと言ってみる。それオフセットなんですか。これラバージグ。ラバージグ巻いちゃうんですね。あ、全然弾ける。本当だ。すごいすり抜けのいいラバージグ。でもこれほんまあの晴れた日の方がいい。やっぱ止まるから。その。口の中にルアーが入るね。曇りの日ってこんなんで出ても口の中にルアー入らへんから。そうなんだ。
結構あの LINE の墓場になってるんで気をつけてください。みんな近くで LINE の墓場結構下も沈んでるんで。あ、そうなんや、はい、2円食っても引っかかっちゃうかもしれない。おお。攻める、いいですね。今日出る、マジで。お、うわ、うわ、ごめんなさい。だしすげえやん。マジで、いや食うと思わなかった。すげえやん。まさか。おったね。おった、足元におったね。はー、なんかごめんなさい。ナイス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 。畑さんのロッド借りて。いや、タクマってそういうとこあるから。ありますね。あるある、そういうとこある。うわ、すごいなこれ。出ますよここ。グラデーションがすごいな。こんなとこでも全然出るし、うん、またピロピロ引いていくわ。もこ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 、なんか、お、あ、なんか、うえっぐいの出た。バレたけど、うん、えぐいの出た。でかかった。ミスバイトしたね。でもすんげえ音したで。ゴボーン言うたで。あの奥。うん。こんなん？水面をもう。もうそんなんで。こんなん見つける？見つけるんですよ。ええー。結構もう、もうちょんちょんもしなくてもいい。ただ巻きでゆっくり巻くだけでもパーンとかいって。ええー。結構。レスして階段の。捕食下手な感じやね。飽きな感じやね。だから捕食させてる側も下手なんや。バスだけのせいじゃない。こういう9月のローライトはバイト数はめっちゃ多くなるけどフックアップ率は低くなんねんやん。だから晴れた方があのかかりやすくはなる。その代わりバイトはめっちゃ減るから1日の傾向をつかむのがめっちゃ難しくなる。これこんだけ出てんだったら今日トップでいいわってなるけどかからへんやん。そうだから結局キャッチされる魚は最後一緒みたいな。あのなんかもうめちゃめちゃやぶですから。装備がなんか変わってるし。雨降ってないのにリンこれを着てます、うオッケー。出た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 。でかいぞ。しかもなんだバスか。うわ来たよ。来た来た来た。うわすげえでかい。白い白いバスが白い白い。わあうわ出た出た。白白いっすね。真っ白真っ白やん。わあ白いバスやな。スピナーベイトでブレードキラキラードーンって感じだった。
あエビ食ってるわ。なんかほらヒゲ出てるもん。ほらヒゲ出てる。あ本当だ。ちょ待って、あ出てくる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 。ちょ待って出てくる出てくる。ほら。立派。おお。このザリガニ。ザリガニ出てきた。ザリ食い。ザリ食いやったわ。なんだかんだスピナーベイト好きやねんな。僕もバスも。というわけで、質問が来てると。そう、2人が思う名作ルアーベスト3、はい、あ名作ルアーベスト3、はいはい、当てていいですか。あ当てて、うん、一つダウス。おお、うん、ドーン。はい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 、ライザーベイトぐらいでちょっと正解ではないねんけど、でもライザーとダウスイっていうのはこのルアーにしか持ってない能力っていうのが際立ってんのよ。まあライザー見たまんまで、ダウススイマー仕掛ける、これが結構大事で、その仕掛けるっていうことをよりやりやすく、でその仕掛けた時により、答えが返ってきやすくなってるのがダウズスイマーかな。ドーンはやっぱりベスト3の中に入ってくる巻物の中で特殊やわ。それで言うと自分のイメージをはるかに超えてるのはジューブルっていうやつ。もう一個いきましょう。迷うとこ、そこは二択というか、どっちかな、ダウズビドーかソウルシャッドか、どっちかな。どっちも、あソウルシャッド、うん、どっちもすげえ。だからまあそこをちょっとごめんなさい、決めきれないところ。畑さんはなぜシマノを使ってるのでしょうか。あちなみに厚美さんも同じく、あお互いシマノやしね。あ確かに、あの13メタニウムが出た時に、13メタ、お結構前のやつやね。もうめちゃめちゃ投げやすくてバックラッシュもしなくて、あじゃあそこに乗るやんと思って、うん、もうメタニウムシリーズから見てシマノにずっと来たっていう。ああ、いやだからそれで言うと僕は赤メタ時代やねん。まあもともとスコーピオンっていうのがあって、そのまあロッドもリールも使ってて、そう村田さんが好きで、そのリールをリールサオのセットで使ってて、ルーツで言ったらやっぱシマノかな。おお出ましたね、肉の方ですね、ブリアンが。で今日 BMS12 って言って、うん、英語の中の一番上の、うん、一番いいと思います。タクマっていう名前が良くないの。乗り越える運命、白血病になったりね、まあ僕の場合で言うとヘルニアになって、なんかアップダウンが発生する名前なんじゃないの。二十歳の時にさメールが来たん、はい、実家から、はい、うん、家燃えたよってひらがなで、ほんなもう家もう骨になってんねんや、もうね火事だけ気をつけて、たくまは燃えるから。やだ